はい、どうも、ケキンです。今日ですね、セイマの功績縛りプレイ続きやっていきましょう。戦うことできるのは女性キャラのみ。難易度難しいでやってます。今回、最終回です。さあ、最後の戦い始めましょう。まあ、とりあえず、まあ、配置して、まあ、サクッと終わらせたいなと思います。あとは、まあ一応運んで、まあこれで OK かな。はい、終了。はい、こんな感じ。じゃあミルラでいきます。必殺が出ても大丈夫。いや、エイリークで倒したいんですよ。必殺出したね。オッケーオッケー、出しちゃったか。じゃあいきます。リオン、力を貸してください。美味しいところはいただきます。はい、これで終わりです。ここから復活とかないです。任務は無事完了しました。まあ、フレリアのメンバーもね、頑張りましたよね。ああ、ここもいいよね。まあ、ジャハナあいつがおるからね、大丈夫です。あー、来た来た。まあそうやね、グラドはそうやね。ロスもね、まあ昔はよく使ってましたね。ネイミは頑張った。ルーテは優秀でした。自分で言うだけあったよね。
はい、ということで、セーマの功績、縛りプレイ無事クリア。久しぶりのセーマ楽しかったです。また FE シリーズなんかやりたいなと思います。考えておきます。ご視聴。ありがとうございました。